ちょうど国語の教科書を見ていたのね。どこかわからないところある？この問題？登場人物の心情を答えようね。それはこの一文をよく読んでみて。どう？わかった？そう、正解！さすがね。え？私の話？え？まだワカメもついてるの？どこかしら。わあ、見つからないわ。きっと自分じゃ見えないところについているのね。わからないから、また取ってくれるかしら。ん？どうして手が止まってるの？さっきは取ってくれたじゃない。意地悪しないでよ。見ちゃダメ。やっぱり恥ずかしいわ。何度もこの姿になってるけど、魔法少女として変身するなんて。ねえ君、一つ聞いてもいい？これ私なりに考えたポーズなんだけど、変じゃないかしら。実はこっそり家で練習してたの。どうかな。私の生徒に怪我させたりしないんだから。イオ先生、先生はどうしてあんなに生徒たちのために一生懸命になれたんですか？そうね、当たり前すぎてあまり考えたことなかったけれど、きっとそれはね、生徒のみんなにこの学院で素敵な思い出を作ってほしいと思っているからよ。思い出？ええ、時が来ればいつか生徒たちはみんなこの学院を巣立ってしまうけれど、大人になって社会に出て辛いことがあっても、友達との楽しかった記憶ってきっと心を救ってくれると思うの。思い出、楽しい記憶。でも先生、私には。シェフィーちゃん、何もないってことは絶対にないわ。だってこの学院の他にもあなたを迎えてくれるいるべき場所があるんですもの。当たり前すぎて気づかないくらいすぐ近くに。だからね、そこでこれから素敵な思い出をたくさん作ってほしいわ。シェフィーちゃんにもありがとう。このお返しは君のお誕生日の時にね。他のみんなには内緒よ。たまには愛の無知も必要かしら。あれ？どうして嬉しそうな顔をするの？しっかり反省してほしいのに。初めての彼氏はどんな人かな。転んでもバカにせず助けてくれる君みたいに優しい人がいいな。君があまりにも頼もしいから、私たちが先生と生徒ってことを忘れちゃいそうなの。それでも、なんでもない。
授業受けたいの。背伸びしたい年頃だもんね。いいわ、ちょっぴり早いかもしれないけど教えてあげる。